こんにちは、有馬です。今日は覚醒体験談の13話をお話ししたいと思います。12話は認めるということをやっとできて、そしてなんと神様がまた戻ってきてくれましたよっていうところまでお話ししていました。でその後に一番やっぱりこう残るのがあの友達のことだったんですよ。どうしてもその友達のことがやっぱ気になってっていうか寂しかったんですね。週にほんと 3,4 回会ってお互いの神様のこととかその神様が言ったことについて本当にずっと話を してたんで、もう一生多分神様交えて付き合っていくだろうなってお互い思ってたんで、そこがすごく寂しかったんですね。でその時ちょうどあるワークのようなものを、まあ、セミナーのようなものに参加して手放すワークっていうのがあったんですよ。で手放すワークはその執着とか、もう忘れることとかね、もういらないっていうものを、なんかこういう動作ジェスチャーを使って手放しましょうっていうのを習ったんですよね、その時で。あ、ちょうどこれ使えるなと思って、もうメールをしてもLINE をしても返事が戻ってこなかったんで、もうこれはその友達のことは忘れよう、もう金輪際会えないんだと、自分の気持ちをね整理したい、そう思ってそのワークをね使おうと思ったんですね。その友達のへの執着を忘れますと、手放しますと。で、福岡には大堀公園というのがあります。で結構大きいね堀があって、そこの公園なんですけど、結構私ヨガのレッスンの帰りにそこにちょっと30分40分寄ってこう自然を満喫して帰るっていうの習慣だったんですけど、まあ、その日もよしここで手放そうと思ったんですよ。でそこの公園に行って、ベンチにねこう座って、で私がベンチ座った時はたくさんこうベンチがちょっと離れたとこにあって、またその向こうにあって、この横にもベンチがあってってこうあったんですけど、その日は誰もどのベンチにも座ってなかったんですね。だからまあそのうちの一つのベンチにこう腰を下ろして、さあワークをして、いよいよ手放そうという、もうこれで手放したらもう二度と友達には会えない、でその覚悟をして今まさに手放そうというジェスチャーをしようとした時に、あるおじいちゃんが横に座ったんですね。しかも私のこの横5センチぐらいの横です。だからぴったりくっついてくるんですよ。で、は？何このおじいちゃん。で周りをこう見渡したらどのベンチも空いてるんですよね。4つから5つぐらいあるベンチが全部見渡す限り誰も座ってないんですよ。なのにわざわざ私が座っているこのベンチに来て、しかもぴったりくっつくぐらい横に座ってその前を向いてるんですよ。で、はあ、なんかエロジジイかなと思って、こう横こうそっとその人の顔を なんとなくこう 見たら、このおじいちゃんはの顔は友達についている神様のあの顔そのものだったんです。もうそのものです。見間違えることはありませんでした。あの神様が人間として私の横にその時にいたんですよ。もう本当にびっくりしました。一番多分びっくりした出来事です、それは。で声を上げそうになりました、本当に。で名前があったんでね、その名前を本当に出そうになった、その名前が。
で、と思って一瞬ね話しかけようかと思ったんですよ。その神様に、そのおじいちゃん神様にいつもそれまでも話をしていたので、でもに人間だしなと思ってちょっと躊躇したんですね。でもう一回ちらっとこう顔を見たんですけど、もう間違いなく顔はその神様の顔だったんですよね。でちょっとこう心のが動揺して、しかもこの手放すワークがそこでなんとなくやりにくかったから、そのままそのベンチを離れて違うちょっと離れたベンチに座って、もう一度そのおじいちゃんをこう観察してたんですけど、私の方全然見ないんですね、前をじっと見てるんですよ。どういうことどういうことどういうこと、頭の中もうパニックになって、でもう一回チラッと見た時もそのおじいちゃんいなかったんですね。でそんな遠く行ってるはずはないよねって、こう結構広いんで見渡せるから、でも消えてるんです。本当にいなくなって、忽然といなくなってたんですね。あ、来てくれたんだなと思いました。来てくれたっていうより止めたんだなと思ったんですよ。今まさにその友達への執着を手放す寸前だったんです。もうギリギリですよ。もうあと 1,2 秒遅かったら手放すワークやってたんですよ。だからこれは手放しちゃいけないって、わざわざ止めに来てくれたんだっていうのが分かって、もうそのワークはやらなかったんです。もういつかだから会えるだろうなってその時に思ったんですね。でまあそのおじいちゃん神様に、今度はその神様に話しかけてみたんですね。ね、どういうこと、これは止めに来たっていうことは会えるってことよねって聞いたんですけど、それに関してはなんかニヤニヤしながら何も答えてくれなかったんですけどね。なんかすごくあの時はね、驚きもしましたけど、やっぱ嬉しかったですね。うん。で、そっからまあその友達のことはね、もういつか会えるんだろうと思って、今度はその自分のね、魂消されないように。希望があるなと思ったんですよ。神様が戻ってきてくれたっていうことは、もしかしたらあの時認めれなかったけど、その後認めれたから、もしかしたら私の魂は消されないチャンスをもらったんじゃないかなって解釈をして、とにかく頑張ろうと思ったんですよ。消されないように、じゃあどうしたらいいかっていうことを自分で考えて、まあ、神様に聞いたりしても教えてくれなかったんでね、一生懸命その魂を磨いていこうと、あらゆることをいろいろしてたんですよ。もちろん瞑想もしてましたし、神様が望んでることって何かなっていつも考えてました。でそれをね、やろうっていうふうにしていました。だってもう切羽詰まってるんです。だってチャンスなんですよ。これでもしかしたら魂が消されずに済むかもしれないっていうチャンスだったんで、いろんなことをやろうと思って、そしたらね、やっぱりこう導きがあるんですね。で、私の神様は何もこう言ってくれないんですけど、もっとね上の方の神様とかがやっぱり瞑想中とかに出てきてくれるんですよ。でいろいろこう情景を見せてくれたり、こうしたらいいですよみたいなことを見せてくれるんですよね。である日ですね、お風呂に入っていたら急にですね、バーンとこう白い扉が現れたんですね。でその扉がこう開いた扉ですよ。開いた扉がギーってゆっくりこう閉まってていくんですよね。で何の扉かと思ったら、これはね高い女の人の声でした。扉が閉まりますよって、
あなたは本気で、自分のね魂を磨いて、神様と一緒に人のために、尽くしますかみたいなことを言われたんですね。でここにそれだったらここに入ってくださいって言われたんです。でももうあとこのぐらいだったんですよ。で一瞬ね迷ったんですよ。なぜか知らないけど望んでいるはずなのに、え一生何 なんかこう神様の使いみたいに自分の人生ないのかなってこう迷いが出たんですね。まだ英語があって嫌だみたいな、そのこの現世の楽しみもっと味わいたいっていうやっぱエゴが出たんですよね。でもすごいもう締まりかけたんで、もう何もそこは考えずに滑り込みで入ったんですね。で入ったらその中は下からねドライアイスみたいなっていうか雲のようにもわ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 って白い霧みたいなのが立ち込めてるところで、真っ白の女の人は真っ白のワンピースですよ。で男の人もまあそんな感じで真っ白の着物じゃなくて洋服を着てるんですね。みんなで大人もいれば、子供もいる、で男性も女性もいる、そういう人たちが何か一生懸命拾ってるんですね。そこででこの人たち何拾ってんのかなってこう見ていたら、その一人のね男性が近寄ってきて、その人も白い服着てました。でその人たち聞いたんですよ。あの人たち何してるんですかって言ったら、拾い物をしていますって言うんですよね。一生懸命拾ってなんかねカゴにこう入れていってるんですね。で拾い物をしてますって言うから、ちょっと一人のね 6,7 歳ぐらいの男の子に近づいていって、で何拾ってるのって聞いたら、あこれはね、人が捨てた愛だよって言うんですよ。愛で愛どんなものかって見たら、なんか丸めた紙くずのようなものなんですよね。でこれが人が捨てた愛みたいな。でもそれをねこうみんなが一箇所にこう集めてるんですね。この車輪がついたこういう大きな荷台みたいなところにそれを拾って集めてるんですね。でこれどうするのって聞いたら、またね捨てたその持ち主のところに返しに行くんだよって言うんですよ、男の子が。と思って捨てたものを返しに行くんと思いながらちょっとねついていったんですね、その男の子に。そしたらあるサラリーマン風の男性にその愛、その男の子が言う愛を確かに返してるんですよね。でも男の人は一旦受け取ってまたポイって捨てるんですよ。でその捨てたものをまた男の子は拾ってまた荷台に入れて持って帰るっていうことをやってたんです。でみんなそうやって拾ってはまた元の持ち主に返して、また捨てられたら一旦もかえあのも持って帰ってくるみたいな感じなんですね。でそんなところの、情景にで思ったんですよね。ああ私これしなきゃいけないのかなって思ったんですけど、ちょっと気が遠くなるなと思いながら考えてたんですけど、まあいいややろうと思いました。でも結局ねその情景はそこで終わって、じゃあ私がやるのはそういうところで拾うっていう何ですかね、白いも服を着てそこで拾うっていうのをこの3次元でやるってことです。3次元で人が捨てた愛を拾って本人に戻す、これを日常でやるんだっていうのが分かったから、あこれが神様が望んでることだなって思ったんですよ。でそれをじゃあ自分なりにねやろうと思って、まあどんな風にやっていいのかちょっと最初分からなかったですけどね、まあその意識でいればいいやと、そんな感じで始めました。
そしてまたしばらくして、あの前私についてた神様、その今は本当に統括の神様です。その人が暖炉のそばでまたねこうくつろいでいる風景がボンと来て、あ神様だと思いながらまた話しかけたら、あのこっちにおいでって言われたんですよ。で今までその部屋に呼ばれたことは一度もなかったんですね。でもなんかわ初めて入ると思って、で、女の人が一人いました。で女の人が一人いて、その人になんか指示をして、で私は初めてその部屋に行って、辺りを見回しながらちょっと椅子に座りなさいって言われて座って、そしたらですね、あのこういう羽がついたペンがありますよね、あれがこう置いてあって、契約書です、契約書が目の前に置かれたんですよ。でお前本当にあのやる気はあるかって言われたんですよ。で本当にあの俺たちとちゃんと業をやるかみたいなことを言われたんですね。でもう私は魂を消されたくないから、もちろんはいって言って答えて、その契約書を見たんですよね。そしたら、まあ、名前署名欄があって、で、あの書いてるんです私ちょっとあの見つけました、その当時のノートですね、これにですね契約書の内容をちゃんと書いてるんですよ。でこれにサインをしろって言われたんですね。もし本当にやるんだったらあのこれにサインをしろ。でちょっと読みますね、あの、まあ、もう読んでいいと思うんで読んでみます。で、まずですね、今後は神の意図に沿った思考と行いで生きる、これ一つ目ですね。で2番目が、神に与えられた役目を不満を抱かず文句を言わず遂行するという、これが2つ目で、3つ目は引き続き自我を取っていくことを続けるです。で 4番目が、万一役目を行う際に自我を入れた場合はのたうち回るほどの苦しみが生じる、ただし自我を入れず役目を行った場合は至福の喜びや感動を体験することになるだろう。で5番目、契約を破棄することはどのような理由があっても許されない。もし契約内容を放棄するようなことがあった場合は、契約前より確実に厳しい状況に追い込まれる、またその後の魂の存続は保証されないっていうものでした。でこれ私読んで、もう相当覚悟しないと魂消されるわけですよ、これを途中でやめたら。でももう最後のチャンスと思って署名しました。もう相当覚悟しました。で、署名をして、その契約書をね、確かに受け取ったって言って、神様が受け取って、そっから私は、結構ね、いろいろどうしたらこの神様の意図に沿う生き方ができるのかっていうのをずっと考えて、やってきました。でその後に、その1年ぐらい後からですかね、 YouTube を始めたのは、自分のこの神様に沿った生き方に関して、これは私のこの今までの経験とかね、そういうものを広めることだって思ったんですよ。それで YouTube を始めました。もちろんその YouTube を使ってビジネスっていうのを習って、それもあります。でもあ、これってそうなんだと思ったんですよ。発信することによって、人の役に立つかもしれない、これもすごく大きかったんですよね。で、私の役目っていうのはもうこれだ、人にこの本当のその神様のね意図に沿ったことを私がやってみることだって思ったんですよ。だから伝えるということ、発信ということを始めました。それが
何年前、もう4年ぐらい、3年半前で、この時がですね、日付書いてるんですよ、実は。で、私もうちょっと前かなと思って勘違いしてました。2015年の10月25日に契約をしました、神様と。で、そっからですね、いろいろこう書いてます、やってきたこととかね。前、友達、まあ、神様通して友達から言われたこともこれに全部書いてます。で、久しぶりに見直してみたんですけど、今はね、サラサラっとこう言える言葉だったんですよ。でも、あ、これは当時は言えなかったなって思いながらね、これはちょっと取っておこうかなと思います。はい、終わりきれませんでしたね。やっぱりもう1話続きますね。14話で完結です。14話、今日はここまでで、次回がもう最終話にします。はい、じゃあ次回もお楽しみしてください。ありがとうございました。またねー。